てますよ、怪しい人も紛れ込んでるんで、うん、もうガチでインタビューして、ガチでインタビュー当たってみるっていう、はい、あんまお金持ちそうな人いなくて、ね、ガセ時間が早かったガセっす。六本木で、はい、あなたは今何をしている人かっていう企画で今いろいろとちょっとインタビューさせてもらってるんですけど、はい、お時間大丈夫ですか今、はい、あ、はい、わかりました。 YouTube も大丈夫ですか。お金持ちっぽいですか。いや、なんか意外とこのシンプルな格好してる方って六本木多いんですよ。はい、はい、見てください。ほら、これゴルフ行ってる人だ。お金持ちの人だ。お名前聞いてた。ニックネームで何人いる。あ、じゃあ、ヨシです。ヨシさん、ヨシさん、ヨシさん、何をされてる。投資家というか、事業家兼投資家。農業でもなんか怪しいですね。お金いくらぐらい持ってる。いきなりざっくりで、はい、なんですけど、まあ、お金というか、まあ、資産で100億、ちょっと、初っ端から大物が釣れた、これ本当ですか。130、40ぐらい。130、140万じゃないですよね。六本木やばくね。こういう方もいっぱいいるんですよ。みんな持ってないですよ。いや、資産で130億。資産って何ですか。現金、まあ、株の投資とか、はい、家どこあるんですか。家は家賃いくら。家賃とかカップルドで。ああ、もう家賃の問題じゃないですか。はい、いくらの物件ですか。5、6億じゃないですか。5、6億の家。5、6億。早速すごいぞ。六本木で何やってるんですか。六本木で友人とこれから飲みに。キャバクラに。キャバクラですよね。お金持ちの方。今おいくつですか。30代後半です。すげえ。さすが六本木だな、やっぱり。どうする。パパ取ってこ、時間もないんだけど。あと3人くらい。YouTube 見てます。出れます。めっちゃ見てます。今出れます。あ、全然出れます。俺ら沖縄から来たんですよ。出れない。全然出れるっすよ。キャピタルゲインとかめっちゃ見てます。キャピタルゲイン。お金持ちなんですか。いや、僕はちょっと経営者になりたいっていう夢があります。おお。で、俳優さんですか。お金持ちです。社畜です。社畜。ちょっとお金持ちそう。あれ？いや、意外と六本木こういう若い方たちで仮想通貨とかで儲けたっていう人も多いんで、ワンチャンもしかしたらこの方たちもそっち系の方かなと思ったんですよ。青白王子みたいになりたくて YouTube 見てるんですよ。おお。今年収でいうと売り上げでいうとどのくらいなんですか。年収。あ、いや、本当にちょっと、ね、じゃあこれからね、頑張って育てていって、はい、頑張ってください。頑張ってください。なんすかね、生きがいというか。おー、嬉しい。生きがい。嬉しい。YouTube 取りがいがありますね。あ、めちゃくちゃ見てます。マジで。お姉さん何やってるの。大学生。で、プラダしてますよ、プラダ。うわー。大学生で。プラダ。怪しいね。怪しいよ、また。土曜日の夜に六本木に何しに来たんですか。友達と飲みに行った。いくらぐらいですか。100万ぐらい。大丈夫ですか。友達と飲むので飲み代で100万って何。まあ居酒屋じゃないですよね、行くところで。絶対居酒屋ではない。お父さんがお医者さん、お金持ちとか。霊場さんだ。霊場系だ。それからなんかパパ活とかじゃない、流行りの。確かにパパ活アプリ登録はして。ないですね。ないのか。なんでそんなお金持ちなんですか。親が。じゃあ本当のやつだ、これは。本当の霊場じゃん。で、ガチなやつですね、うん。大学生で綺麗でね、プラダなんて持ってたら、うん、まあパパ活してるか親が金持ちの2択しかないですからね、お金は。ちなみにお金はどのくらい持ってるんですか。貯金額ですか。貯金も年収でもまあ1億ぐらい。年収1億。多分ね、それ逆も多分モザイクかかってるから多分わかんないと思うんですけど、実際マジお嬢様オーラがすごい。本当に多分これ見たら分かると思うんです。1億だってもう人生嫌になってくるな。確かに。仕事するのがバカバカしくなっちゃうんですよね。マジか。肉まんセンサーでお金持ちを声かけてるんですけど。そう、お金持ちなんですか。いや、全然お金持ちじゃないです。え、まあでも全然って人によって幅が違いますからね。何されてるか。大学生です。大学生。じゃあ彼女さんも大学生。なるほど。え、大丈夫ですか。肉まんちょっと、まあでも確率言ったら今4分の2ですからね。まあ2分の1なんでね。大丈夫ですか。青白王子のアスカキラーのチャンネルなんですけど。
フォローしてる。フォローしてる。フォローしてる。ありがとうございます。お兄さん金持ちだ。だってピアスディオールですよ。ああ確かに。本当だ。まあ金持ちどれぐらい？そうですよね。だから王子と比べたらってなっちゃうんで。じゃあ年収1000万以上か。1000万以上。1000万持ってる。ほら金持ちだ。何の仕事してるの？あんま言えないですけど。あ、使うと使うとあれ、まあ、この前なんか歌舞伎で撮影してたの、はい、ああ成敗してました成敗してあの、なんか白いですね髪、なんかピンク、あ、なんか髪なんかマイキーあ、そう六本木のマイキーそうそうそう六本木のマイキーさんチキンぐらぐら稼いでるあんまりいいですかね、まあ200から300ぐらいです200から300えここでやっぱスカウトって稼げるんだねここで今何してるんですか女の子通るのを待ってるんですよねあ今なんか面接行ってもらっててちなみに何の面接ですかラウンジのコースラウンジ、そういう女の子のフォローとかって、はいはい、どういう風にするんですかもうあのやったんですかやらないってまただって顔イケメンだからだって色管理してそうですもん色管理する方も結構いるけど、まあ、色管理しても続かないんで、どこで見つけるんですかそういう女僕は結構渋谷とか、まあ、歌舞伎も結構渋谷横丁渋谷横丁にはキャバ嬢っぽいのいないですなんかキャバクラとか行くんですか僕はなんか紹介する側なんであんまり、まあ、逆に行きたくなるとか、まあ、入れた女の子の誕生日とかそういうところに行ってあげるみたいな感じですよねスカウトさんは何さんこれで僕の知り合いの知り合いの知り合いが言ってました怪しい怪しいないどれこれ怪しいんですかごめんなさい今撮影中です撮影中カンコレの帰りの時ヘラヘラと来た時に撮影中だから撮影中だから結構毎回そのイベントとかに来てイベントの中には入らずに、うん、あのその外で出待ちっていうか、うんうん、イベント自体には入らないのに写真撮ってください、うん、イベント来ないのに外で待ってるタイプ、うんうんうん、一番痛いやつ、うんうん、あ僕観光で撮影しに来たいましたね、はい、空港とかも全部出待ちしたあ、そうそうそうあれは何を目的にしてるのだからそういう駅とか、うん、そういう多分交差点とか私交差点で気づかれたんですよ、うんうんだからそういうところに多分毎日いる集団なんだと思うんですけど、うん、守ってたわけじゃん守れ、マジで守れねえねえ、YouTube 出れますはい YouTube 出れますあ、全然出れます三崎さんのですか、はい、ここに、そう三崎さんのですかあ、出れます出れますはいなんか、出待ち生活ずっとあなた方ははいしてた時に会って、で、たまたま今ここ通ろうとしたらちょうど会ってほら、なんかすごいいつも来るからやっぱ怖いっていうからあ、いつもじゃないです、マジたまたま全然、たぶんあと2回目そうまあでもこうやって話したら悪い人じゃないと思うけど、はい、まあ確かになんかね、あんまり怖くてあ、びっくりしますよねすいませんねはい今何やってるんですか、今、仕事あ、仕事今変な深い意味じゃないんだけど学生です学生ですあ、今です友達ですかあ、はいあ、友達ですはい本当に、真剣にもう純粋な感じで飛鳥さんの DVD を見てるあはい、お世話になってるまあまあでもほらあんまりね、はい、そうですねあれ後つけてるみたいになると本人も分からんですよ、はいね、さっき交差点にいたのにこっち移動したでしょあ、そうです肉まんとだったら何本でも写真撮るけど僕は大丈夫です肉まんでいいですかいやいやいやお前なんでごめん、ちょっと撮影中なんでそういうイベントとかねそういうのがあったらさ、全然いいと思うんですけどちょっと今ねでも逆にこれでみんなのことも聞けたらってよかったんですけどねあ、でもネットとか載せないんでそこお願いしたいもうこんな機会ないんであまあイベントあるんでこれからは、まあ、イベントだって、はい、確かにいやなんかイベントもそうなんですけどカメラでなんていうの街中でっていう感じで撮りたいんですよ街中そイベント俺たちだったらいいけどね俺たちだったらいいもちろん三崎さんとも撮りたいんですけど飛鳥さんとも本人とその話した時に、まあ、次会ったらいいですよって言われたんでそんな機会ないまあまあでも今日はねそうあれだったからまたじゃ次はもし会ったらこっちに話しかけてもらってマネージャーにね、でもし時間があったら分かんないです、うん、でも悪い人じゃないと分かったんで、ね、はい、なたの機会にしてもらって、はい、俺とだったらいくらでも撮ってもいいけど、なんででも、ね、じゃあ、スリーショットお願いします誰と飛鳥さんと、いや、肉まんと俺と、いや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 王子とツーショット飛鳥さん的にはダメだ今度だから飛鳥キララの彼氏募集オーディションのだけやるからその時に来てください確かに、その時に応募してくれたら今もう顔覚えたから
応募してください、その時。絶対弾かれます。弾かない。弾かない。我々こういうの好きなんで。ちゃんと書いてくださいね。でもあと本人会ってたんで、はい、本人が怖い思いしちゃったらさ、嫌われちゃっても嫌だと思うから、でも言っとくから本人。はい。それを応募してください。ね、ちゃんと話してるんですけど、大丈夫。童貞っていいことね。でも、いや、別にこれ一つだけね、男として言うけど、すごい魅力的な女性だったら分かるんだけど、写真撮ってもさ、写真で終わっちゃうじゃないですか。多分自分が努力して、かっこよくなって、会社とかやるのか分かんないけど、お金持ちになって、そういう女の子と、普通に付き合ったりできるようになってほしい。あリアルに。それマジで、うん。写真撮るだけだったらそこで終わりだよ。いや、でもそれでいいんですよ。ダメだよ。そんなリアルさんはそれでいいんですよ。心が高く、それぐらいの男になってほしい、こうやってやったんだから。マジで。頑張ってください。はい。ありがとう。ありがとうございました。生、いらっしゃい。ゆうたくんの良かったね。めっちゃ良かった。めっちゃ良かった。良かったですよ、マジで。結構スパですね。でもいいやつだ。悪いやつはないし。怖いと思うけど、俺たちには。そう。まあ、もうやめる。で、僕さっきから気になってるんですけど、あちらにいるなんかキャバクラでどこ行こうか悩んでるあの3人。待って、めっちゃ楽しそうじゃない？やばい。絶対あの人たちちょっと雰囲気違う。今日一番話しかけた中で、多分雰囲気違う。怖い人なんだろ。早く、早く。じゃあ一回聞いてみよう。キャバクラ行っちゃう前に聞いて。今ちょっと六本木で、どんな人が今、六本木で飲んでるのかっていうインタビューをして。六本木のお金持ちを探せってやってるんですけど、ちょうど今からキャバクラ行くんだから。ほら、あ、もう六本木のキャバクラ行くイコールお金持ちですからね、これ。まあ六本木で一番高いキャバクラだから。はいはいはい。めちゃくちゃなんかすごい、なんかもう、まあまあまあ、ちょっと今日話しかけてきた人たちと銀座のテーラーでお仕事とかって無職え無職で、まあ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 、無職でだってキャバクラなんて行けないじゃないですか、もしや六本木まあちょっと仮想、仮想通貨え仮想通貨え何それ五条五条五条まあ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 どっちどっちえ、どういうの無職まあ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 ちょっとこっち当てて仮想通貨で当てて、まあ、ぶち込んだらそれ以上返ってきたみたいな。なるほど。え、でいくらなの？50。そんなことある？本当っすか？いや、もうパンパンよ、もうパンパン。いやいや、入ってないパンパンパン。カードですよね、さすがに。さすがにお支払いのカードですよね。昨日ちょうど船買った。2だ。いやいやいや、もうね、この手のタイプは破産します。破産しますよ。これ で来週ちょっとあの、はい、東京タワー買おうかな。はい、持ってます。ちょっと酔ってますよ。ちょっと酔ってますよ。お会計いくらぐらいですか？まあそうだね。100はいかない。あ、100はいかないですね。意外と飲み代はまあ50億ある割には謙虚。まあそこはね。いやでもほら女の子に渡すお金がちょっと。あ、チップ。まあそれ以上になっちゃうから、ね。やっぱお金持ちだとモテるから六本木。まあモテるやん、ね。こっちがうまくやってる。まあでも俺はどっちかって言ったらこの容姿の方ではい、モテた話しかけないって最後間違えたかもしれないです結論、六本木は変な人変な人が多い本当にお金持ちなのか分かんない確かにけどお金持ちっぽい人はいるつけてるものとかね確かに見るとね、結構お金持ってそうだったんででもこれ本当にごめんなさいガチでやらせとかじゃなくてガチなんでガチのインタビューだからどこまでか分かんないんですけど失敗も多かったね失敗もそうみんなのコメントを見て、好評だったらまた六本木じゃなくて次歌舞伎町とかでやりますよ確かに歌舞伎町の方がなんか闇がもっと怪しい人多そうだな、ね、歌舞伎町、六本木の調査した結果確かにお金持ちはいるだけど何やってるか分からない怪しいお金持ちがたくさん最近いるってことがね分かりましたんではい、はい、ぜひまたこのチャンネルではね引き続き、闇をね体を張ってね暴いていきたいと思うんで